ミニアーは、エジプトの上、エジプト地域にある、ミニアー県の県と、首都カ路の約245キロメートル南、ナイル川西岸に位置する。ギザの大ピラミッドを建てた、クフ王ゆかりの地であることから、古代エジプト語では、クフを育てた都市を意味する、メンアットクフと呼ばれており、現在の名、ミニアーはここから派生したものである。あるいは、コプト語、サヒド方言の都市名、 トメーヌーンもしくは、ボハイラ方言、セモンが語源である、可能性もある。これらの名は、居住地を意味し、かつてこの地にあった初期のキリスト教修道院に由来する。なお、チャコス社本はこの地で発見された。また、エジプトの南部、北部をつなぐ中部エジプトの要所に位置することから、地元民は、ミニアを、上エ,エジプトの花嫁という通称で呼ぶ。 コップト正教会の信者の割合が非常に高く、人口の約50%に達する。ミニアー大学とスーザンムバラク芸術センター、新ミニアー博物館、地域の放送局である北部城、エジプトラジオテレビがある。2012年の人口は約25.7万人。紀元前3200年頃、メネス王はエジプトの都市国家軍を統一し、 エジプト全土を42のノモスに分けた。現在ミニアとして知られる地域とその周辺は、第16ノモスに含められた。第16ノモスは、オリックスノモスとも呼ばれた。オリックスはこの地域に生息するカモシカの一種である。中部エジプトのノモスエジプト統一後、第16ノモスの州都は重要な貿易の中心地になった。 レバント人はシュートに面する公海経由の交易路を通って市内半島やカナンから交易品を運んできた。エジプト公王国後期、シュートはメナートクフに改名された。紀元前2550年頃に大いについていたクフ王の出身地だと信じられていたことが由来である。メナートクフの正確な位置は不明だが、ナイル西岸で現在のミニアーからそう離れていない場所にあると、 信じられている。皇王国の崩壊から第一中間期には、メナートクフの周総督は、強大な富と権力を得て、中央のファラオに対してある程度の自治権を得ていた。ヘラクレオポリスとテーベの間の長期にわたる構想に、対し、当初メナートクフの王子たちは中立を保っていたが、バケット3世の時代に、メンチュヘテプ2世率いるテーベ人と同盟を結んだ。 このテーベよりの姿勢により、テーベ人がオリクスノモスを征服した後も、総督一族は権力を維持できた。第十一王朝時代にメナートクフは最盛期を迎えた。紀元前1900年頃、エジプトに侵入するアジア人集団を描いた壁画。ベニハッサンで発見された第十二王朝のセウセレト二世に仕えたカーヌムホテップの墓所より、ファラオと同様に、 オリクスノモスの総督たちも死後の生に深い関心を持っていた。しかしピラミッド建設が時代にそぐわなかったためか、財力がなかったのか、ベナートクフの総督たちは東の砂漠でナイル川の優雅な流れを見下ろしている石灰岩の崖に岩屈墳墓を掘ることを選んだ。これらベニハッサンの墳墓はミニヤーが栄えた時代の唯一の遺物である。 現代のベニハッサン村には39カ所の崖墓が現存する。古代エジプトの他の遺跡に比べると偉大とも騒音とも言えないが、これらの墓所の壁画には4000年前のエジプトの生活に関する貴重な情報が残っており、非常に重要性の高い遺跡である。墓所を築いた総徳たちよりも、古代エジプトの庶民の生活に関する知見が多く得られている。 第12王朝の流星を背景に、アメイエム派と二世は、ミニアーの支配者の権力を削いだ。第12王朝が終わる頃には、ミニアーの支配者は権力を奪われ何の役割も持たなくなっていた。第二中間期には、ミニアーを含む中部エジプトと下エジプトはヒクソスに支配された。ミニアーの総督は、エジプト人のファラオが支配する第16王朝と、 王十七王朝ではなく、ヒクソスの第十五王朝を支持したと見られる。第二中間期の終盤、テイベのファラオがヒクソスをエジプトから排除しようと、試みたとき、ミニアーは、最初の大規模な戦闘の舞台となった。紀元前1552年、第十七王朝の最後のファラオカーメスは、メジャイ人部隊を、北のネフルシーに向けて進軍させ、そこで、 ペピの息子キテテと呼ばれる人物の軍を破った。テ,ティはミニアをアジア人の巣に変えた超本人とされていた。これはヒクソスにとって初めての大きな敗北だった。紀元前1540年前後、カーメスの弟のイアフメス一世は北に進軍し、ヒクソスをエジプトから排除することに成功した。ベニハッサンに建造された崖墓の大部分は後に荒廃した。 一部は直後の支配者によって既存された。ファラオ時代の終焉から数世紀のうちに多くの墳墓の石室は損壊した。岩屈は住居に転用されたり、格好の採石所として利用されたり、初期のキリスト教徒やムスリムによって破壊されたりした。この地域の州都となったヘルモポリスは、トート神への礼拝の中心地だった。パルテノン神殿に似たギリシャ人の遺跡が、 現在まで残っている。現代のトュナールジャベ村の近くでは、ペトジリスの墓所と礼拝堂が発掘されている。130年、ローマ帝国のハドリアヌステが、愛人のアンティノウスにちなんで、アンティノポリスを建設した。328年、コンスタンティヌス一世の母の聖ヘレナが、ジェベリエルテールの諸女、メアリーの修道院を、現代のサマルト市近郊に建設した。修道院は、 聖家族がエジプトへの逃避の際に住んでいたとされる場所の一つに建てられていた。現在のミニアー県に位置するオクシリンコスはヘレニズム時代に行政の中心だった。現在ではビサンティン期エジプトのパピルスの出土地として考古学的に重要な遺跡である。11世紀に建てられたエル・アムラウィーモスク、ファーティマ朝の傑作である。アッパース朝時代、ミニアーは 前世で知られる旧世紀初頭の伝説的なエジプト総督、イブンハシブの名を冠して呼ばれるようになった。全行に対する法相として何を望むかカリフに尋ねられた際、イブンハシブはミニヤを選び、数年間の余生をミニーで過ごしたという。ミニアが単なる大きい村から堅固な中世都市にまで発展したのは、イブンハシブの功績だとされている。 この時代以来ミニアーはマニアットイブンコシブと呼ばれている。ファーティマ朝は10世紀から11世紀にかけてミニアーを統治した。ミニアーは拡大を続け大モスクや学校、市場、公共浴場が作られた。このコロミニアーを象徴するエルラマティーモスクとエルアムラウィーモスクが建てられた。1326年、中世紀の著名な旅行家イブンマトゥータが ミニアを訪れた。彼は旅行期の中で当時ミニアにあった学校を称賛し、ミニアーが上エジプトのいかなる街よりも優れていると述べた。ミニアー市のコロニアル地区に位置するロココ様式のファサードを持つ宮殿ムハンマドアリーがエジプト総督を務めた時代、ミニアーは肥沃な土地と高い農業生産力を持つ重要な都市であった。 ミニアーに大規模な綿と砂糖キビのプランテーションを所有していたイスマー・イール・パシャの知性においてミニアーの重要性はさらに高まった。イスマー・イールはミニアーに王宮を建設し、1870年から町の近代化に着手するとともに居住区の拡張を始めていった。1873年、イスマーイールが所有する広大な土地を考えするため、 イブラヒミヤ運河が建設された。これにより市は顕著に発展した。運河に橋が架けられるなど交通網が整備されたことにより市西部郊外の運河沿いにあった私有農地に無秩序に住居が建設されていった。1861年にアメリカで南北戦争が起きるとエジプトの綿の需要が増し価格が上がった。 ミニアーは高品質な綿を大量に生産していたため大きな利益を得た。この時の富の流入により現地人地主、高級管理、商人からなる新興上流階級が生まれた。県政を誇る資産家たちは後にコロニアル地区と呼ばれるようになった区域に住居を構えた。彼らの宮殿や高級住宅はイタリア人建築家の手によるもので、 西洋風の集合住宅に古典様式、ロココ様式の装飾的特徴が取り入れられていた。20世紀が始まった頃、ミニアーに土地登記と全市的な建築ブームが起こり、20世紀を通じた劇的な都市拡張の皮切りとなった。20世紀初頭にカイロへの鉄道の建設が始まった。ミニアーはこの路線を中心として、東西両サイドに拡張されていった。 この頃までにイギリスは綿貿易を促進するために領事館を設置した。ミニアーの経済的重要度が高まったことを受けて1907年にはオスマ銀行が支店を開いた。さらに長期認可を受けた海外企業によって裁判所、消防署市議会と市庁舎などの公共施設が建設され市の発展を支えた。 新市街に広い舗装道路が敷設されたことで、商業活動の中心地がそちらに移り、旧市街の老朽化が進んだ。エジプト革命の後、1956年のスエズ危機と、それに続く1957年からの産業国有化をきっかけにして、ミニアのギリシャ人とアルメニア人のコミュニティは大部分がエジプトを離れた。これはコロニアル地区にとって、 凋楽の始まりだった。この時期に市内で起こった人口移動により老朽化と貧困の問題を抱えた旧市街と近代的な住宅と公共施設を備えたコロニアル地区との間の格差は一層拡大した。旧市街では人口密度が増加し続けたが公共施設は不足していた。結果として人口過密によりインフラと 住宅環境の荒廃が加速した。1960年代、旧市街の低所得層の人口急増に対応するため、公営住宅建設計画として、アルドアルモールドが実施された。1970年代初頭、土地分譲及び都市計画に関する法律に基づき、近代的なアルドすル端地区が開発された。この地域は地価が高かったため、価値が下がりつつある。 コロニアル地区からこう、中所特層が流入してきた。アルトスルタン地区には、円と水線が組み合わされた回廊型の街路が建設された。これらのメインストリートは、ナイル川に沿っており、高さ30メートルまでの独立した建築物に囲まれている。ターハーフセイン通りに沿った南北に細長い地域は、現在のミニアを象徴する、中心地区となるべく設計された。 産業の中心は公共セクターで資本材や中間材の生産のほとんどを統制している。国営産業としてはセメントや化学、工業、肥料、農業がある。消費材の製造については市内外の小企業をはじめとする民間セクターの活動も盛んである。主要な民間産業は食品、家具、金属、木工である。 豊かな歴史を持つにもかかわらず、ミニアー経済における観光業の寄与はわずかしかない。欠片の気候区分では砂漠気候に属する。ルクソール、ミニアー、ソハーグ、ケナ、アシュートはエジプトの都市の中で最も昼夜の温度差が大きく、摂氏16度に達する。ミニアー氏は東西ともに500メートル級の連山と接しており、 地中海及び航海から隔てられている。このため、ミニアー氏と近郊の町村の気候は、大陸性気候と類似した特徴を備えている。つまり、冬は寒冷が厳しく、夏は高温だが湿度は低い。夏季の気温は摂氏40度となることもあるが、冬季の夜間には摂氏0度以下になることもある。ミニアーは平均降水量が低いため氷や雪は、 非常に稀だが、冬季の夜間には、霜が降りる場合もある。平均年間降雨量は5 3ト、mm、ルである。ありがとうございます。